実際さ、実際今日の時間3日目やんな。ああ。で、これはね、俺初日はもう、俺初日は一泊もできずに帰るって思ってて、で、二日目になって、で、二日目も帰ろうと思ってたよね。で、それ何回って、結局俺、ずっと俺、ここ、場所ここでさ、結局これベンチやん、これ。俺としては、ノーマネーで、金銭を一切捨てて、山ん中、森とかさ、ああいうの、場所を開拓して、結局それ高いやん。行く頃に山って誰かのものだからさ。だからその山とか林の中を点々として、とどまらずに生きていくと。でも結局、このベンチで。場所はベンチ、ここの。ここか、あと2カ所ぐらい近くにあるけど、そこで、おって、寝たのは下界降りてって、図書館のね、周辺の施設の地面とか。なんか結局さ、山じゃねえんだよ。ただ、これ今日3日目で、若干なんか変な自信がついた。じゃあもう終わるけど。終わる。やっぱね、金がないとね、もう水しかないもん。だからさ、果物とかさ、肉とか取れないけど、みんな一切ない。こういうさ、草とかしかないもん。だから結局その金だよな。金がやっぱ、ないし、もうやることもねえんだよな、結局何にも。もし俺がこの、私有地で、金も持っとったら、なんかいろいろ開拓して、工作したりするけど、結局金もねえもんね。何もすることねえやんな。だから思ったのは、ここで、このことを挑戦したことが、なんかその、俺の中で、事業というか、さっきね、1時間前ぐらいにちょっとハッと気づいたんですよ。で、やった頃はそんな気持ちやってねえよ。もう逃げようと思って。結局もうさ、俺、何もできへんやん。どっか就職とかももう、選択肢なくなってや。やり尽くしてさ。だったらさ、もうあとはさ、もうその、金を使わずに、アパートもさ、あれ、金持ってないとアパート住めへんや。金銭を使っとる以上。だけど、ここでも、結局金銭を使わないっていうのは無理だって思った。じゃあ水だけならあるねんて。湧き水が。ただ、それだけで取ったけど、クソ腹が減った。あとね、寒くなるわ。うん。やっぱあんまカロリーねえし、やっぱね、夜は寒いわ。だからね、冬になったらもう完全に悪い。うん。そうじゃなくても、ただなんかホームレス的なものでしかない気がする。うん。ただ一方でね、結局何にもならんかったけど、3日続くとは思わんかった。じゃあ別にさ、その日数関係ねえけど、日数の多さって。別にこんなん初日で終わっても、ただのホームレスでしかないから。だって俺寝るのなんてお前、下のさ、図書館のさ、施設の地べたで寝て、硬いもんでさ、腰とかが痛くなるだ。まあ、それでもそれなりに寝れてよ。人が来た。